サッカーアラブ首長国連邦代表はアラブ首長国連邦サッカー協会によって編成されるアラブ首長国連邦のサッカーのナショナルチームである。愛称のエールアビアードはアラビア語で白の意味。サッカー協会は建国と同じ1971年に設立され1974年に FIFA フフに加盟した。FIFA フフワールドカップには1990年、 イタリア大会に出場、コロンビア、西ドイツ、ユーゴスラビアと同組となり、参戦全敗でグループステージで敗退している。それ以降は2018年ロシア大会までアジア予選敗退が続いている。AFC アジアカップでは1992年大会で4位、自国開催の1996年大会で準優勝を果たした。 1997年 FIFA Confederations Cup では、前年のアジアカップに優勝したサウジアラビアが、開催国枠で出場権を得ていたため、準優勝のアラブ首長国連邦が繰り上げ出場した。2015年大会では、グループリーグを2勝1敗でベスト8に進出した。準々決勝では、前回大会優勝の日本と対戦し、PK 戦で勝利し、ベスト4へ進出した。 準決勝ではオーストラリアには敗れたが3位、決定戦でイラクに勝利し3位となった。その他の国際タイトルとしては2005年にキリンカップで優勝、2007年にガルフカップで優勝した。オリンピックには設立以来アジア予選での敗退が続いていたが、ロンドンオリンピックで念願の初出場を果たした。ありがとうございます。